はい、どうも、よりです。今回もデッドバイデイライトパート3ということでやっていきたいと思います。で、もし初めてこのゲームを見る方がおられましたら、パート1の冒頭にですね、解説の方を入れているので、そちらの方から見ていただけたらと思います。はい、ということで、今回使っていくサバイバーはドワイトですね。ドワイト・フェアフィールドの、なんて言うんですかね、クリスマススキンじゃないけど、なんかサーカスっぽい星柄のセーターって書いてますけども、まあ、こちらをね、こちらと、ハゲスキンですね、を組み合わせて、使っていこうと思います。ね、これもね、面白くてめちゃめちゃ好きなスキンですね。はい、私のお気に入りです。で、今回使用するパークは、セルフケア。あ、これは自己治療ができるパークと、これですね、植物学の知識で言って、治療速度がね、50%上昇すると。で、治療アイテム効率が20%減少。で、これね、私がやってた時は確か25%とかだったと思うんですけども、もう50%にもなってますね。はい、かなり強化されたと思います。で、こちらですね。今回のダッシュ系なんですが、真っ向勝負って言って、3秒間、ロッカーの中に立っていると発動できると。で、真っ向勝負のね、有効範囲内にいる殺人鬼を3秒間ひるませる。そう、ロッカーから飛び出して、キラーをね、もし目の前にいたら、3秒間ひるませることができるという感じのね、面白いパークなんですよ。で、これと、この素早く静かにっていうのをね、組み合わせることで、ロッカーをね、急いで入っても音が聞こえないと。この素早く静かにで入って、で、まあ、小勝負でね、ターンするっていう、この組み合わせがなかなか強いので、はい、今回はね、これを使ってやっていきたいと思います。それでは、ゲームの、マッチの方にね、移りたいと思います。はい、ということでね、マッチの方が開始されたので、早速やっていきたいと思います。マップはレッカーズヤードですね。さあ、いきなり3人スタートですが、2人回してくれてるみたいなので、私はもう離れましょう。そしてキラーは、リージョンですね。さあ、狂乱状態使っているので、時間稼ぎたいですが、あ、僕行きましたが、どうだろう、結構時間経ってるから間に合わないんじゃないかな。そうですね、時間切れたので、ピンチチェイスしていきます。さあ、まやかしは使ってこない。そこの板を、これは倒しましょう。突っ込んでくるね。で、多分壊すので離れていきます。で、普通に追ってくるので、ここを越えて、あ、また狂乱使いましたね。 OK です。そしてまた乗り込みます。ああ、味方呪いの塔でも破壊しましたね。ナイスです。素晴らしい。さあ、ここはフェイントかまして 逆方向行きましたね。あ、そして戻ってくる。さあ、いや、今のちょっと離れたら避けれたな、多分。ちょっともったいないんですが、まあ、ちょっと向こう行ったので回復していけますか。そしてここでね、植物学の力ですよ。私、ちょっと待って。来てるこれ。いや、ナンシーが割れてるね。あれ？治療できない。あ、あれだ。リージョンのアドオンですね。微弱モードにするっていう、多分狂乱モードの時に攻撃すると、微弱モードを付与するっていうアドオンついてますね。その右のね、ゲージであるんですが、あれが終わるまでは続くと。で、結構離れてるっぽいので、私救助行きましょう。衰弱モードを治ったら、セルフケアのね、速度見てみましょうか。植物学でどれぐらい速度上がってるのか。50%って相当ですからね。修正されてだいぶ強くなってますよ。私の方には来ない。まあまあまあ。
いやでもかなり早いんじゃないですか、これ。もともとね、自己回復ってもう35%なんで。よいしょ。いや、早いな いや、すごい、これ、セルフケアでこの速さは、なかなかすごいですよ。よいしょ。さあ、味方チェイスしてくれてますので、押しましょう、ここ。お、しかも、有能の証明持ってますね。有能の証明っていうのは、味方とね、一緒に発電機を回していたら、修理速度が10%だったかな。ちょっとうる覚えなんですが、まあ、それぐらい上げてくれると。かなり強いバグです。来てるかな？今見られたかな？なんせね、とにかく、スキンが派手なので、ここ行きましたね。救助します。そうなんですよ。これ走ってたらね、シャンシャンしかも言うんでね、チェイス中にも聞こえるっていう、全くもうね、面白さ以外良さがないスキルなんですが。いや、早い。味方をね、治療するのもこんだけ早いですね。植物学強いな。もしかして環境入りしてる感じですかね、今。結構必須級なレベルで強い。よいしょ。で、ここも結構回ってるので、引き継ぎましょうか。おっ、いますね。多分狂乱使ってくるんじゃないかな。使ってきましたね。さあ、ここ回り込んで 入ってないですよ。フェイントかかりましたね。発電機戻っていく。さあ、ここどんどんちょっかい入れていきましょう。さあ、今モデルが折れてます。今ペースとしてはかなりいい感じですよ。残り3台でこれもつきそうと。で、ナンシーが荷釣りなので、もしね、負傷したら肉壁しに行きましょうか。植物学のおかげでね、治療自体も早いので。よいしょ。さあ、他の発電機は今モデルがやってくれてますもんね。あと回してないところは、ちょっと待って、出すのはこれいけるか。ちょっと待って、キラ、警戒してるか、これ。お、いけるいけるいける。ナイス、素晴らしい 持ってくれましたね。ちょっと警戒してると思ったんですが、そして私が引き継ぎましょう、これ。さあ、窓枠越えて、さあ、二窓で停止していきますよ。そして離れる。ちょっとまずいな。だいぶ距離詰められてる。はい、旋回決めないと。あー、ちょっとやらかしましたね。まあ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 。なかなか時間稼ぎできてるので、で、ナンシーのところにつきそうですし、木村優衣のね、発電機ももう7割ぐらいまでいってると。いや、素晴らしい。ただ地下に釣られちゃったので、ちょっと救助難しいんですが、ルイージョンもね、結構上で張ってる感じですね、おそらく。そう、心音がね、ずっと聞こえてるんで、多分合ってますね、これ、救助するの。まあ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 、半分切ってからでも全然、ね、その間に発電機1台はつける時間あるので、まあ、それでも全然問題ないですが 完全にいる感じですね、これ。本当に真上で立ってるのかな。あれ、あ、いける、素晴らしい。ありがとう。とりあえず半分切っちゃったので、次渡したら終わるんですが、とりあえず救助してくれたので、これありがたい。さあ、
木村優衣の方行ったかな、うん、治療しましょうか、とりあえず。さすがに後がなくなってしまったので、ここから慎重に行きます。でももうあれですね、ナンシーの発電機がもうつくので、素晴らしい。さあ脱出ゲート向かいましょうか。あ、モレルは行ってくれるかな。あれ、ちょっと待って、この動きはノーワンか、これ。ちょっとまずい気がする。今狂乱なんでいいんですが、ノーワンある感じかな。よいしょ。いや、狂乱で殴ったんでないか。うん、大丈夫っぽいですね。で、救助もできてるので、まあまあまあ確実にここ行きましょう。治療してから脱出ゲート向かいます。あー、でもナンシーがちょっとやばいか。あー、ちょっと待って、私食らってるのよこれ、助けに。あー、そうですね、厳しいですねこれは。いやー、申し訳ないな。なんとか助けたかったんですが、仕方ない。そして私衰弱状態なので治療できないと。いやー、ちょっとね、全員脱出したかったですね。最後なんとか旋回で避けて、無傷の状態でであれば救助行けたんですが、まあちょっとね、いやー、仕方ないですねこれは。はい、ということで、次ね、2試合目いきたいと思います。はい、ということで2試合目が開始されたので早速やっていきたいと思います。マップは信頼の酒場ですね。レスリンガーの固有マップになってます。さあ、エイダに早速ついていって持って抜け回しましょう。キラーはドクターですね。 OK です。さあ、これ降りてですね、先ほどよりあのスキンを変えて完全にクリスマス仕様にしてきました。服がね、もうプレゼントになってるっていうね。で、さっき使ってたのはあの妖精シリーズでしたね。はい、でもちろんね、頭のスキンもその専用のやつがねあるんですが、やっぱりドワイトはハゲがいいっていう ところでね、はい、私のお気に入りで、ドワイトといったらハゲ使ってますね。さあ、これ上がってきてるな。うん、OK です。さあ、チェイスしていきましょうか。ここは倒さずにそのまま、まあ、枠を越えて、ちょっと待ってね、まずいな。一発もらうところなんですが、旋回でもらっちゃいましたね。そして見たことないスキンのドクターなんですが、さあどう来るかな。とりあえず破壊可能かでは壊して回り込んでるかな、これ。あ、壊しますね。あそこを壊されちゃうとチェスが厳しいので、こっち行きましょう。危ない危ない。さあ、これもう先出しておいて、次からちょっとねフェイント入れていきましょうか。うん、板のね節約もしていきたいので、ちょっと今は厳しいということで先にね。おー、ナイス、味方いましたが、いいですね。どうだろう、私の方来ますかねこれ。いや、うん、もう一人の方出た感じかな。そう、そして私ライト今回持ってきてるので、タイミングがあればちょっとねライト救助も狙っていきたいんですが、今はちょっと厳しいかな。セルフケアしていきましょうか。ずさんな肉屋がないので結構早くできますね。今救助できそうかな、いけそうなので、これはもう私いっちゃいましょう。あ、味方行ってくれてました先に。であればまあ
やっとだ、できる？できるかな、あれ。いやー、ちょっと、いいタイミングで戻ってきちゃったので、これ私が行かないと、まずいです。チエロを荒らしていきましょう。あれ？いやー、やばいな。戻ってきてますね。ちょっと旋回で避けますが、救助、無理やりでもなんとかしないと。あら、行きましたね。OK です。であれば、ベースに。これ、私受けましょうか。いや、これ逆に邪魔になりそうですね。止めますか。うん。で、発電機回しましょう。あ、でもあれだ。狂乱状態が3なので、これを解除していかないと。よいしょ。OK です。で、エイダもね、結構8割ぐらいまで回してくれてるので、発電ペースはかなり速いですね。ちょっと待って、戻ってきてる。ちょっとね、味方の邪魔だけはね、しないように。これ、私離れた方がいいっぽいので、離れましょう。あのチェイスを見つつ発電機回していきましょうか。あー、あのポジに来ちゃったら厳しい。おお、素晴らしい。出歯決めていく、いいですね。で、私一発もらっときましょうか。うん、さすがにね、ここ破壊可能かで壊されちゃってるので、まあ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 回しましょう。あんまりいる意味がないので。よいしょ。で、私のところが7割で、エイダと、あれですね、アランのところが、2人で回してるのかな。うん。めちゃくちゃ速いペースです。私同時ぐらいに着くんじゃないですか、これ。素晴らしい。通電まで持っていって、ちょっと味方助けたいですね。そのまま追ってるので、多分ノーマーはないと思うんですが、ちょっと待って、レベル3を解除しないとライトも使えないので。よいしょ。いや、あのキャラずっと追われてますね。ちょっと名前わからないんですが、私の方、いや来てないですね。ノーアンはないと。おお、ナイス、素晴らしい。一発受けて、いやー、そのまま追っていくか。だいぶ狙われてますね。どうだろう、生きるか。ライトを決めたい。ちょうどあそこで正面で、いやー、逆向き見ましたね。ちゃんと対策はしてます。で、奥持っていかれるので、味方一人出ちゃいましたね。まあまあ、なんとかなるでしょう。まだ時間はね、たっぷりあるんで、ここはとりあえず安全に回復してから救助やりに行きます。ちょっと待って、私の送る、いや、うん、さすがにフックンとか警戒しますよね。よいしょ。さあ、治療できたんで、アランと協力しながら救助行きましょうか。お、いますね。お、ナイス旋回、素晴らしい。さあ、そして私が救助する。アランの旋回力すごいですよ。2回ぐらい避けてましたね。いやー、でそっち行くか。ちょっとアランの方行くと思ったんですが、さすがにニーズリなんで。いやー、ちょっと待って、うーん、いや、ライトがあります。まだ大丈夫です。まだ可能性あります。
とりあえず、ハエ釣りで行ってもらって、これはもう私がいないように思わせ、いや、あ、ダメだ。電撃使われましたね。そして、レベル3。タイミング悪いな。いや、これどうしよう。治療もできないんですよ。レベル3をとりあえず、これ、正気を取り戻さない限りは。まずいな。さすがに、持ち上げますよね、あれ。止まってる。もしかしてあれかな。違うか。ゲート前じゃないもんね。よしと。素晴らしい。ライト、あの角度で決まるのか。いや、やりましたね。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。切断されちゃいましたが。いやー。久しぶりでも、なんとか決めれましたね。ライト記事は素晴らしい。はい、ということでね、全員脱出ですよね、これ。できてますね。いやー、今回も素晴らしかったですね。ということで、ご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。